今日の企画は何でしょうか。この前ね、修復歴ありの86を購入してきて、ちょっと査定の仕方なんかをご紹介させていただいたと思うんですけど、いよいよこの86をですね、GTR と勝負をさせたいなと、カメラマンさんのね、っていうことでめちゃめちゃ気合い入れてチューニングをねさせたいと思ってるんですね。で、今日はその中でもね、チューニングの中でも特に走りに直結するパーツをチューニングしていきたいと。用意したパーツっていうのは何になるんですか。はい、一応ね、ここに並べてみたんですけど、はい、今日今から装着させていただくのが、まずね、ORC さんの SE クラッチ、強化クラッチを入れます。それからクスコさんの機械式 LSD ですね、 RS っていうタイプになるんですけど、それからね、ファイナルギア、これをリングギアとピニオンギアのセットなんですけど、これそれぞれって何のためにつけるんですか。とにかくこの86なんですけど、サーキット走行したいなというふうに思ってるので、はい、ノーマルのままだとサーキット走行するといろいろ不具合じゃないんですけど、速く走らせることに対してちょっとデメリットっていうか弱点がいろいろあるんですね。それをこういったパーツで補っていくと。まずね、クラッチの方なんですけど、はい、例えばノーマルクラッチでガンガンサーキット走っていただくと、やっぱりハンクラを対応することもあるし、それからシフトチェンジも激しいじゃないですか。で、中にはクラッチをこうポンとこう蹴っていきなりつなげるとかね、そういう感じで酷使をするので、ノーマルのクラッチだと本当持たないんですね。すぐに焼けてしまうというところがあるんで、やっぱりこの強化クラッチに変えることでクラッチ盤が滑りにくくなるとか、それから瞬発力、蹴り出しが良くなるとかね、っていうためにこの ORC さんの SE ってクラッチになるんですけど、この SE っていうのは割とね、そのハンクラ時間が長いっていうかね、ハンクラの許容範囲が長いんですよ。だから強化クラッチっていうと皆さんこうね、いきなりゴーンとつながるとか、演奏しやすいとか、めちゃくちゃ重たいとか、そうっていうようなイメージがあるかもしれないんですけど、この SE クラッチはとにかくハンクラ領域を長く拡大してるので、非常に扱いやすい強化クラッチと。次はね、こちらがねクスコさんの LSD なんですけど、機械式 LSD で、今回は 2way を入れます。機械式 LSD っていうと 1way、1.5way、2way と、いろいろな作動方式があるんですけど、純正っていうのはオープンデフっていうふうに言われてるんですけど、通常の街乗りではもちろん問題ないんですけど、サーキットとか走りに行く場合っていうのはやっぱりかなり激しくこうコーナリングしますよね。そうするとやっぱりリアタイヤがこう浮いてくるんですよね、イン側の方が。で、純正のオープンデフの場合はイン側が浮いてくるとイン側の方にパワーがね流れちゃうんですよ、駆動力がね。だからイン側だけ空転してしまって、肝心要の外側の方のタイヤにトルクが伝わらない、イン側が空転してしまうっていう状態が起こらないようにするのがこの LSD ですね。ということは、サーキット走行には必需品ということですかね。そうですね、必需品ですね。グリップで走るにしろ、ドリフトされるにしろ、86に関してはこの機械式 LSD は必須と思っていただいていいんじゃないかなと。ただ GT グレードだとトルセン LSD が標準で入ってたりとかするので、それで十分ですっていう方ももちろん見えますけどね。で、あとこれがファイナルギアですね。これは何のためにあるんですか。ファイナルギアっていうのはその名前の通り、最終減速装置っていうのかな、もう最後のエンジンからの回転の動力っていうのが、ミッションを通じてプロペラシャフトに入力が入って、これがピニオンギアっていうやつなんですけどね。で、こいつが回るんですけど、で、これが、こういう形でね、こうついてるんですよ、だからプロペラシャフトの動力が、ドライブシャフト、後輪駆動の場合は左右のドライブシャフトに動力を伝えるために、これはリングギアっていうんですけど、こことここがこういうふうにね、組み合うんですね。こう回ることによってこういうふうに、じゃあプロペラシャフトから来た動力を、タイヤに伝える時の回転数を決めるのはファイナルギアってことなんですね。そうなんですよ。だからこのファイナルギアがいろいろギア比があるんですよね、実はね、で、例えばこの86の前期の G グレードは 3.7 なんですよ、結構ハイギアードになってますね。で、 GT グレードが 4.1 なんです。これがまた後期の86になると全部 4.3 に統一されてるんですよ。どん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 改良のたびにローギアード化されてるっていうのが86の特徴で。で、それで用意したのは、そうですね、これはクスコさんのファイナルギアで、これ 4.556 ですね。あ、さらにローギアード化する。そうなんですよ。だから純正の GT グレードよりもさらにローギアード化してると。それは何のために必要なんですか。これ実は富士とか鈴鹿とかの、ちょっと大きなねサーキットになると、ストレートが長いので、そうなるとハイギアード
の方が有利と、うん、ストレートスピードが伸びるんでね、はい、有利っていう感じなんですけど、あくまでもそういうところで勝負すると、はい、ちょっと勝てないので、ショートサーキットで実は僕は勝負したいと思ってるんですね、はい、そうなるとローギアド化することによって例えば低速コーナーとかで、はい、同じスピードでね、はい、あのファイナルギアの違う車が入ったとしても、はい、ローギアド化してる方がエンジン回転は高くいけるんですよ。パワーバンドをキープできる、そういうことだから、なるべく美味しい回転数をキープしたいんですよ。っていうことでできる限りローギアド化してみようかなと。まあ 5.1 とかのファイナルギアもあるんですけど、はい、そうなると今度はストレートエンドで、例えば3速で進入できていたものが4速まで入れなくちゃいけないと、はい、っていうようなことも今度は起こってくるので、なるほど、 4.556 ぐらいのこのファイナルギアが一番ベストマッチかなと。それって、はい、サーキットによってベストなファイナルギアって変わってくるってことになりますよね。変わりますね。あとは乗り方によっても変わります。だからシフトチェンジを頻繁にしたいというような乗り方を好まれる方だったら、はい、ローギアド化した方がはい、いいだろうし、あとはやっぱりその一番長いストレートの後が肝かもしれないですね。やっぱそこはね、3速で吹け切るのか、はい、もう3から4にすぐ入れてまた落とさなくちゃいけないのかとか、あ、なるほど、まあ、その辺はやっぱり走ってみてとかね。じゃあもうこのファイナルを使うサーキット、はい、勝負するサーキットも想定に入ってるってことですか。そういうことっていうようなパーツをこれからつけていくことですね、はい、そうですね。じゃあ早速、はい、作業の方移りましょうか。はい、これなんか見た目だいぶ変わってるじゃないですか。あ、バレた。これエアロもフルエアロも組んでるんですね。そう、あのね、栃木店にあったデモカーから無理やり移植しました。マフラーも、マフラーも全部移植で、ホイールも入れたし車高調も組みました。ホイールってこれでサーキット走るんですか。いや、サーキット走るときは18インチに勝たなくちゃいけないんで18インチ、これ19インチです。あ、なるほど、はい、車高調は何入ってるんですか。車高調はね、ブリッツさんのZZR、はい、入れてあります。はい、で、あのメーターも入れてあります。これもブリッツさんの3連メーターで。あ、そうなんですね。まだつけたばっかっていうのが分かるかもしれないけど。これってこういうユニットがあるんですか。あります。へえ。こういうパネルがあって、はい、でそこに合うようにこうメーターがセットであるんですよね。へえ。で、油圧、油温、水温と。まあサーキット走る場合はね、はい、追加メーターあった方が車の状況よく分かるんで。ちょっとやる気満々じゃないですか。当たり前じゃないですか。ということで。はい。リフトに車上がりましたけども、今日の作業はこの2人にやっていただこうと。坂本総工場長総工場長なんですか。今ね、あの埼玉店は大野くんが工場長やってもらってるんで、坂本さんはその上になるんですよ。実はそうなんですね、はい、とクールレーシング栃木店の工場長の丸本工場長ですね。2名体制でやりますからね、やってことですね、はい、坂本工場長がデフエね、はい、LSE とファイナルギアで、丸本工場長はクラッチの方、はい、今日ね同時作業で、はい、やっていきますんで。じゃあ早速見ていきたいんですけど、はいはい、そもそもデフっていうのがどこについてるのかっていう、うん、あ、なるほど、はい、はい、これクールのマフラーね、はい、さりげなく自慢するのやめてもらえますか。そうそう、一応 PR で、はい、デモカーから外したんで。アームも入ってるんですね。そうなんですよ、86の場合はアームが3本ですね。リアはあのラテラルリンクのリア側、ラテラルリンクフロント側で、これがキャスター角を変えるね、キャスターアームと、まあ3つのアームでできてると。で、デフいきましょうか。ここ見てください。はい、これがね、プロペラシャフトです、はい、これはエンジン、あ、ミッションの方ですか。エンジン、ミッションの方につながってるってことですね。そうですね、はい、エンジンからミッションに入ったあの回転動力はこうプロペラシャフトを使って、はい、まあ、これはこういうふうに、ね、回転するんですけど、ちょっと見せてくださいね、はい、回転するとタイヤが回る。そうですね。で、この、まあ、あのデフキャリアっていうのかな、はい、デフキャリアの中にオープンデフとファイナルギアが、まあ、セットで入ってると。この中に全部入ってるんですね。この中に入ってるんですよ、はい、プロペラシャフトの回転に応じて、はい、ドライブシャフトはこういうふうに回りますよね。これがドライブシャフトですね。そうですね、あ、はいはい、回ってるじゃないですか。あ、でもすっごいこっちの回してる量に比べて、はい、ドライブシャフトって全然回んないんですね。そうですね、これがさっきの、はい、まあ、最終変速機っていう、はい、ファイナルギア。そうなんですよ、だからこの回転とこのドライブシャフトの回転っていうのはリンクしないんですよね、
あ、なるほど、そういうことですね、はい、そうなんですよ。で、まあ、分かりやすく言うと、はい、まあ、例えばファイナルギア 4.0 っていうものだったとしたら、はい、このプロペラシャフト4回転するに対して、はい、このタイヤが1回転すると4分の1に減らされる、そういうことですね。なるほど。こっちはすごい高速でこう回っても、こっちはね、こっちで4回転回ってもまだタイヤは1回転ですよと、はい、ってことは逆に、はい、うん、もっとローギアード、例えばファイナルが 5.0 だったら、はい、こっちは5回転させないと1回転しない、はい、そういうことですね。っていうことですね、はい、今度こっち中心に考えた場合、はい、タイヤが1回転してるとき、はい、ファイナルギア 4.0 だったら、はい、4回転、そういうことですね、っていう単純に言えば、そうです、っていうことですね、はい。これは、まあ、例えば4000回転とかね、はいはいはい、っていうイメージで考えてもらって、まあ、例えばファイナルギアが 3.0 だったら3000回転とか、まあ、極端に言うとですね、分かりやすく言うと、まあ、そういうふうに思っていただけるとね。だから同じスピードで走ってても、ローギアード化することによってエンジンの回転数は上げれるので、例えばコーナーの立ち上がりとかで回転数が高い方がピックアップもいいし、はい、まあ、パワードバンドから外れないとか、はい、っていうところでサーキットでは速く走れますと、っていう感じになってます。ずいぶん違うもんですね、はい、そこ一生懸命、いや、もう本当にね、いつ終わるんかなと思ってんだけどこんなに一生懸命回してるのに、はい、全然ですもんね、ここ。そうなんですよ、まだダメですか、こんなにゆっくり回ってるのに、こっちすごい、こっちは必死に回してるっていう、そうそうそうファイナルギアすごいですね。これででも 3.7 ファイナルなんで、もっと回さなきゃいけなくなるってことね。そういうですね。あとデフの役は、ね、そうですね、まあ、純正の場合は、まあ、オープンデフって言われるあのものになるんですけど、はい、例えばさっきね、コーナーをこうね、車ってこう曲がっていくときに、はい、外側のタイヤっていうのはこういうふうに曲がるときね、はい、外側のタイヤの方が距離を稼がなくちゃいけないんですよ。スムーズなコーナリングをするためには外側のタイヤがより遠い距離を走る、はい、よりたくさん回転する、はい、でイン側のタイヤは短い距離、はい、回転数は少なくと、あの一般的な車っていうのはこのオープンデフの仕組みがあることによってスムーズなコーナリングができてるんですよ。左右に回転差を生み出すと、生み出すと。ただこれがスポーツ走行する場合であったり、はい、あるいはぬかるみにはまってしまった場合、片輪がですね、はい、その場合はちょっと問題が出るんですよ。例えばサーキット走る場合だったらインガーが浮くのでね、でこっちのインガーのタイヤが、はい、まあ、浮くと仮定すると、コーナリング中オープンデフの車っていうのはインガーのタイヤの方に動力が全部いっちゃうんですよ。ああ、なるほど。例えば、はい、右側のタイヤがグリップしてますよと、はい、で左側のタイヤがちょっとまあ浮き気味になってしまいましたよっていうのを再現してみたらどうなります、はい、じゃあこっちを押さえておきましょう。そっちがグリップしてると、はい、はい、あ、浮いてる方を一生懸命回すってことなんですね。そうなんですよ。じゃあそっちせっかくグリップしてるのに、そう、全然動力がいかない、そういうこと。まあこれが僕今ちょっと動いちゃってますけど力ないんで、はい、これがあの設置してると、まあ通常車って動いてるんで回転はしてるんですけど、はい、こっちの方が空回りしてしまうっていうかね、抵抗がなくなることによってこっちにばっかりこの動力があっちに入っちゃうんですよ。だからこっちの回転させたい方が動かなくなると。これがLSD を入れると、 LSD を入れるとこっちが動くと、両方動くってことですか。そういうことですね。あ、浮いてる方もグリップしてる方も両方動く、はい、そうです。でアクセルのオンの状態のみこの LSD が効くタイプっていうのがワンウェイですね。でアクセルオン、アクセルオフ、はい、抜いた場合でも両方効くのがツーウェイ、うん、でアクセルオンで効いて、はい、アクセルオフの時に少し効かせるっていうのが 1.5A と、3種類この機械式 LSD もあるんですけどね。ってことはですよ、 LSD を入れて、はい、アクセルオンで直結見たくなるわけじゃないですか、はい、そうですね。左右の回転差がなくなるってことじゃないですか、はい、そしたら街乗りしてる時とか、うん、コーナー回転差が、はい、左右の回転差欲しい時はどうなっちゃうんですか。ギクシャクしますあのたまにね、はい、あの車庫入れとかしたり、はい、あの例えばお店から道に出るときに、はい、ガコンガコンガコン、まあ、ギクシャクしたり、はい、あるいはバキバキバキっていうチャタリング音っていうんですけど、ね、はい、あの音が出たりっていうのが大体2あの機械式 LSD が入ってる車の特徴ですね。あ、なるほど、はい、じゃあ街乗りの時はちょっとギクシャク感が出る。出ます。あ、低速でね。あ、なるほど、ね、うーん、はい、あ、そういうことなんです ね、 ね、ドリフトとかねやっぱりしてたりサーキット走ってる子だと、はい、全然気にならないです。気にならないよね。なんないです機械式 LSD 入ってますから。あ、そうなんですね。マッキーになってThank you.
これってもう、はい、デフの中身が見えてるってことですね。そうですね、これがファイナルギアで、これがデファレンシャルですね。ファイナルギアがこうリングギアですね。リングギアですね。リングギアがこうついてて、これが純正 のオープンデフです。上下左右にってギアが、そうですね、はい、あ、そういう風にもあるんですか、うん、はい。これで今ドライブシャフトが回る状態、まあ、回ってますね、はい、じゃあこのリングギアと中のオープンレフ、はい、これも丸ごと全部外すってことですね。そうですね、ここ全部交換します。抜けますね。リングギアとデフは一緒に外れるんですね。そうですね。ピニオンギアはどこに行っちゃったんですか。ファイナルのピニオンはこっちですね。あ、ここにまだいるんですね、はい、これも抜かなきゃいけないと思うんですね。これも外します。じゃあピニオンギアの方をちょっとプレスで、プレスにかけて外します。あ、手では外れないってことですね。手では外せない。あ、そうなんですね、はい、これがプレスキー。プレスキーです、でピニオンギアが外れました。ということでこれで全部バラし終わった状態ですね。そうですね、ほぼ終わりました、はい、今、はい、こっちの右側がこれから装着するパーツ、はいはい、左側が今バラしたパーツですね、はい、うん、で純正のテフにこうリングギアが、はい、ついた、くっついた状態ですね。あ、このボルト10本で止まってます。あ、じゃあ今ここのリングギアはこれここに重ねるってことですか。そうですね。こんな感じ。こういう状態ですね、はい、これとこっちが。そうですね、こう違うということですね、はい、でこのピニオンギアが、まあ、こういうふうに噛み合って、はい、でこれ見た目的には純正のピニオンギアの方がはるかに大きいですね、はい、そうですね、これぐらいじゃんね、はい、端数が2枚違うかな、うん、こっちが9枚で、はい、こっちが11、うん、それによってギア比が純正と変わってるってことですか。そうですね。でこれ純正のデフ、オープンデフってこういう中身じゃないですか、はい、形、うん、で LSD 見たら全然違うじゃないですか、はい、これ形が。そうですね、でちょっとこのケースで中がよく見えないんですけど、はい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 、これって中見ることはできないんですか。あの、開ければできますよ。見たい。見たいですね。なるほど、はい、じゃあちょっと開けて、はい、機械式 LSD の、はい、まあ、仕組み、なんで効くかっていうところをちょっと説明しましょうか。今からデフをバラしていただくんですけども、はい、 その前にちょっと気になるんですけど、うん、さっきから坂本さんが妙な格好をしてるんですけど、これは商品なんですか。当たり前じゃないですか。エプロン絶賛売り出し中です。作業用エプロンなんですよ。あ、そうなんですか。へえ。そう、これがちょっと普通、パッと見普通っぽいんだけど、はい、あのなんかモデルみたいになってるすっかり、あの、はい、普通っぽいんですけど、むちゃくちゃこだわり抜いたエプロンで。え、なんか機能性かなんかあるんですか。もうめちゃめちゃあるんですよ。まずね、水を弾きます。あ、そうなんですか。はい。え、でも生地は結構薄手というか軽量な素材に見えますけど。そうですね。これで水弾けるんですか。はい、水弾きます。へー。ついでにね、油も弾くんですよ。え、あ、そうなんですか。そう。へー。水かけたっていう。あ、なんわざとらしく用意してるあ、すごい。すごいですよ。めっちゃ弾けますね。だから、はい、まあ、作業用でもいいんですけど、はい、洗車用でもいいんですよ。洗車の時にね、はい、こうやって水弾くし、はい、で後ろもあって長いんだけど、ここがスリットが入ってるっていうのがいいのかな。動きやすい。ああ、なるほど、はい。ちなみにこれ後ろまでこういってるから、しゃがんだ時にこの靴の汚れがお尻につきにくいっていうメリットもあるんですね。色もね、赤とかグリーンとかいろんな種類あるんで、クールオンラインショッピングサイトを見ていただけるとっていう話はそれましたけど、はい、デフの方行きましょうか。そうですね、大きくそれてますで、どっからバラしていくんですか。六角のビスで止まってるんですけど、はいはい、これを外すとスポッて
こういう構造になってるんですよ。感じですね。でこのクスコさんの RS タイプっていうのは、はい、ここにスプリングが入ってるのが特徴ですね。だから、まあ、あの内圧式って言って、はい、内側から外側に向けてプレッシャーをかける。そもそも、この仕組みがよく分かんないんですけど、はいはいはい、これはどういう仕組みでデフがロックされるんですか？はい、そうですね、ここにまずクラッチプレートがいっぱいこう枚数が入ってるじゃないですか、はいはいはい、でこの摩擦抵抗でロックがかかるっていう形になるんですね、はい、じゃあこいつをロックさせるにはどうするかっていうと、ここのこの上下、はい、この金属の部分はこれプレッシャーリングっていう、はい、あの部品になってくるんですけど、これ今ツーウェイで組んでるのでアクセルのオン時オフ時とも角度同じなんですけど、負荷がかかるとこれがこのシャフトの上にグッと乗っかってくるんですよね。そうするとこのプレッシャーリングが上に押し上げてくるんで、なるほどなるほど、ここに摩擦抵抗ががっつりと加わると。ということはそもそもプロペラシャフトからエンジンの動力がピニオンギア、リングギアに来て、このデフ自体を回すんですか？そうですね、デフ自体が回ります。デフごと回って、うん、中のものも一緒に回っていくってことなんですか？爪がある部分、プレッシャーリングとプレート、はい、ここは爪があるんですけど、はい、でそれがケースのこの溝に入ってるんですよ。ってことは、はい、このケース自体もただのこう保護ケースじゃなくて、はい、そいつ自体も回って、そうですね、一緒にエンジンプロペラシャフトが回転してたらこういう風に回ってます。で中のこのプレートとかを回してる、はいはい、回してますね。でこの間にあとプレートが何これだと5枚入ってるんですけど、外に爪のない部分、はいはいはい、それが今度は内側ですね。この今内側に爪があるやつ、はい、爪があるやつ、これがドライブシャフトに刺さってるんですけど、このスプラインが、なるほど、ギザギザです、はい、でちなみにこっち、はい、1.5A と 2A が同じプレッシャーリングを使ってるんですけど、こっちの方にシャフトを持ってくると、はい、角度が違うじゃないですか。あ、そうですね、はい、でこっちの方がアクセルオン側なんですねアクセルオンの側ではプレッシャーリングが割と上に行きやすくなる、ずれやすくなってて、はい、逆にこっちはちょっと角度がきつくなってるんで、アクセルオフの時に少しだけ効くような、このプレッシャーリングが持ち上がる量が少なくなるんで。じゃあこれワンウェイだったら、はい、左側のその斜めの角度、これはまっすぐです。あ、だ全くプレッシャーリングが上に上がらない、持ち上がらない、そうっていうような感じで、このカム角であの作動を方式を変えてると。いや奥深いですねこれ。いや奥めちゃめちゃ深いですよ。だからもう語り出したらね、うん、このクラッチプレートの枚数であったりとか、はい、組み付けの方法とかでね、イニシャルトルク全然変えれるんで。イニシャルトルクっていうのは、まあ、分かりやすく言うとデフの効きですよね。あ、はい、あ、それも変えれるっていう。変えれますね。じゃあいよいよ組み付けていきましょうか。じゃあこれからクラッチ交換ですね。クラッチはもうここから見えるんですか？クラッチ見えます。見えます。クラッチカバーですね。それクラッチ、あ、これはフライホイール、あ、フライホイールとクラッチのカバーで、中にクラッチディスクが入ってますね。でこれって、はい、この周りのギアもこれ丸ごと変えていくってことなんですか？丸ごと変えます。それは何か変える必要があるんですか？こっちが軽量フライホイールなんです。あ、クラッチだけじゃなくてフライホイールも軽量になってるってことですね、はい、そうですね、セットのやつですね。でとりあえず今純正がこう外れた状態ですね、はい、そうですね。もうこの先はエンジンのみ、はい、エンジンです。で外れたのがこれで、はい、これが純正のフライホイール、こっちがフライホイール、はい、はい、でこれがクラッチディスクですね、はい、あで、外れました。こういう向きです。あ、はい、あ、なるほど、はい、それを抑えてるプレッシャープレート、クラッチのカバーですね。で交換するものが、これがORC さんのクラッチなんですけど、はい、シングルのメタルクラッチ。あ、全然形が全然違いますね。そうですね、専用の作りになってます。クラッチプレッシャープレートとかカバーですね。これがこんな感じ でクラッチペダル踏むとここを押す感じですね。で動力が切れる。そうですね。そうです。であと、はい、強化クラッチといったら、はい、なんかこうシャラシャラ音が鳴るみたいな。あーですね、それはなんで鳴るんですかね？それの原因がこれが分割式だからなんですけど、純正はこれ一体になってるんです。これがフリーなんですよ。
こうなってて、でクラッチペダルを踏んでレリーズベアリングが押した時は、はい、こう押さえる力はなくなるんですけど、はい、これがフリーなんです。あーなるほど、うん、それでディスクがその間で、まあ、プレートとディスクがちょっと当たって、それでシャラシャラ音が出てるんですけど、じゃあクラッチ切ってる間だけそういう音が鳴るってことですね。そう、そうですね、これが、まあ、言ってみて遊んでるっていう状態になるんですね。ということでクラッチとフライホイールが装着完了ということですね。そうですね。これ今、はい、金色に輝いてるじゃないですか、はい、これって二度ともう見ることないってことですよね。そうですね、このここにミッションがくっついちゃうんでそうですよね、すごいかっこいいけど見えるものじゃないんですよね。そうですね、はい、であとはこれ普通にミッションとか戻していくだけなんですか。ですね、清掃して消耗品というか摩耗するような部品は新品に変えて組み付ける感じです。ということで、はい、次はいよいよデフを組み付けていきます。これは今何をやろうとしてるんですか。サイドベアリングを圧入します。これでこんな感じでセットして、はい、プレスでこんな感じで、今度は反対ですね。サイドベアリングの圧入はこれで終わりです。これは今何をやってるところなんですか。はい、今すべて規定トルクで1回組み付けて、はい、バックラッシュ、ギア同士の隙間のクリアランスを測定してます。ああ、それがバックラッシュってですね、はい、それをこの機械で測定できるんですね。はい、そうですね、今ちょっとゼロが気持ちずれてるんですけど、はい、ここからこういうギアの遊びですね、これが今 0.23 ぐらいなんで、この動き幅ちょっと基準値が 0.13 から0.18 なんで、基準値よりちょっとまあ遊びがでかい状態なんで、ちょっともう一回バラしてシムを入れ替えて、はい、シムの厚みを変えて調整します。あ、そうなんです。シムっていうのは、はい、こっちから見るとこれがその調整のシムなんですけど、反対にも同じようについてで、ピニオンのギアにもついてます。その厚みを変える、はい、厚みを変えることによって、このリングギアを向こうに持ってったりとか、こっちに持ってったりとか、はい、ピニオンギアを後ろに持ってったり前に持ってったり、あ、それでギア同士の隙間を調整します。じゃあこれ一回組んで、はいはい、これで測定して、そうですね、また外してシムを変えて、でまた測定しての繰り返しをしなきゃいけない。そうですね。また今測定中ってことですね。はい、そうですね。どうです、はい、まあ、いい感じに来ましたね。そしたらもう組めるんですか。あとはリングギアと、あとはピニョンギアか、はい、の刃当たりを確認して、それが良かったら OK ですね。あ、刃当たりっていうのは、はい、リングギアと奥にあるピニョンギア、それの当たり具合ですね。ギア同士の当たり具合、どの面が当たってるか。工業炭って言って、はい、こういう工業機械の刃当たりとか見るとき使う、それを塗っていくってことですか。塗っていく、3箇所ぐらいに塗って、そうですね、だいぶいい感じに当たってると思いますね。それはどういうところを見て。光明炭が剥がれてるっていうか、薄くなってるとこ、薄くなり方とか。そうですね、逆にこうつき方とか、はい、まあ、
干中の方が当たってるようにも見えるんですけど、他のとこを見るとこういうとことか、はい、ちゃんと外側にも当たってる、うん、当たってるんで、このギアに対して均等に当たってるっていう、はい、当たってる感じですね。あ、そしたらもうあとはもうバラす必要ないんで、サイドのオイルシールをつけて、はい、あとはフィニオンギアのナットのロックをして、であとは蓋をして組み付けて終わりですね。ということで全ての作業完了ですかね。まあ見た目は変わってないってことですよね。ですね、外からは何もわからないですね。最初にノーマルでやってたプロペラシャフトを回して、片方がグリップして、まあ、手で押さえて片方が空転してる状態でやってもタイヤは回すことができないってことですかね。ちょっとやってみてもらっていいですか。さっきはこっちが空転したんだけど空転しないじゃないですか、はい、そっちがグリップして今こっちが浮いてたとしてもそっちも駆動力がいってる。そうです。であとファイナルを変えたことによってプロペラシャフトを回した時のドライブシャフトの回転数が少なくなってるはずですよね。さっきよりもタイヤの回転が遅くなってるはずなんだけど、はい、これは多分比べようがないです。なんか雰囲気遅くなった気はする。まあ気持ち回転が遅くなった少なくなったような。正直多分分かんないです。分かんないですね、見た目には。ただ走ったらもう全然違いますから。激変してるんで、これでいつでもサーキットに行けますよと。ということで一通り、まあ、サーキットを走るためのねチューニングがほぼ完成したかなと、まあ、あとはシートを変えたりとか、まあ、それから、まあ、コンピューターを少しねチューニングしたりということで、まあ、この86で運転手は僕ですね。修復歴ありの86体訳あり GTR、 僕ですね。ドライマーはカメラマンさんとっていう組み合わせでガチの勝負しますからね。近々サーキット対決をしたいなと思ってますんで楽しみにしておいてくださいね。でちなみになんですけど、はい、まあ、今回チューニングの作業やりましたけど、はい、ええ、クールはコンプリとか新車とかの販売以外でも、はい、こうチューニングだけでのメニューというか作業っていうのは受け付けてるんですか。そうですね、お車持ち込んでいただいて の作業も全然できるんでね。だからもしね自分の車を少しこういう風にチューニングしてみたいなとかカスタマイズをしてみたいなっていう方が見えたら、はい、お気軽にね、スポーツカーに関してはクールレーシングの店舗になるので、クールレーシング名古屋店、クールレーシング埼玉店で、ここクールレーシング栃木店のね3店舗で受付ができるんで、皆さんねお気軽にお近くのクール店舗にお問い合わせいただけると嬉しいですね。ということで今日は修復歴あり86をサーキットで早く走らせるためのチューニングをしましたという動画でした。ありがとうございました。